98番えチェブラ。いやー2回戦進出でーす。かよさん泣いてる。イエーどうもーチェブラです。よろしくお願いします。今日はですね、M1 グランプリの1回戦に出場をしてきました。そしてなんと1回戦突破しました。イエーイ。うわーすごいね。すごいね。嬉しいですね。本当にできるとはね。まあ、よく、まあ、どうしてね更年期のサポートを私たちやっているんですけれども、更年期のサポートをしている私たちがなぜ漫才に挑戦をするのかっていうふうに聞かれるんですけれども、なんかね、私は更年期のことって本人が知る、正しい情報を知るっていうのはすごく大事なんですけれども、だけど本人だけじゃなくって、一緒に働く人とか一緒に暮らす人とか性別とか世代を超えて周りの人が知るっていうのがすごく大切だなっていうふうに思うんです。っていうので、どうしたらね周りの人に知ってもらえるんだろうかと考えて考えて考えた結果、漫才だってなって、漫才に挑戦しております。ねえ、にしてもよくなんか一緒に出てくれましたね。漫才ですか？うん、いや楽しそうだなと思って嬉しい。単純にね嬉しいです。私2回目の出演、出場かなんですよね。 M1 グランプリに一番最初2019年に出ました、うん、そもそもね、その漫才やろうの前に演劇やったじゃないですか、うん、やりましたね。そう、演劇で更年期をお伝えするっていうのを、ね、そう、東京の中野に劇場を借りて、タイトル更年期の国のアリスっていうタイトルをつけて2回公演を行ったんですよ ね、うん、そこからよく漫才に行きましたね。そうそう、でそれはそれでね、本当に多くの方たちに、当事者やパートナーやっていうね、老若男女届けれたっていうのもあってね、手応えもあってすごい良かったけれども、演劇って2時間くらいあるから長い、もっと短く伝えられないかって言って、そう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 。で、あ、漫才だって言って、漫才やりましょうとかって言ったんですよね。随分コンパクトになりましたね。なりましたね。まずは2分なんですよ。M1 グランプリの1回戦って2分間しかね、持ち時間がないので、120分から2分に。そうそうそう。振り幅が割れながら、私たちながら、すごいですね。ギューッとね、濃くなりましたね。じゃあ今回そうやってね、漫才にチャレンジをしました、うん、でこの、本番を迎えるにあたって、なんか苦労をしたこととか大変だったこととか、まだ逆に楽しかった よかったことっていうのかな、とかあればよかったら、まあ練習楽しかったな、楽しかったですけど、やっぱね、こうなかなかリアルでの練習ができなかったっていうのがね。あ、そうですね、うん、ちょっと遠くにね、住んでるんですよね。そう、住んでるのがね、近くないから、うん、そう、だから、最初はね、オンラインとかでも、稽古してたけど、なかなかね、息が合わないっていうのもあってね。そうですね、なんか、ズームを使って練習をしていて、なんか、普通の会話だったら、すっごいスムーズにね、問題なくできるんですけど、漫才ってなると、すごい、なんか、相手がどういう風に喋ってってどういう間なのかみたいなのが分かんないんだよね。ね、そうそうそう。なんか確かにそうでしたね。あといろんな場所で練習しましたよね。しましたね。よろしくお願いします。公演とか行きましたもんね。公演行きましたね。やっぱね、なんか人前に出て喋る精神力を、そう、人前に出ても動じない精神力を鍛えなきゃダメだと思って、公園で大声で練習したんですよね。大声でね。その公園誰もいませんでしたけどね。いませんでした、ね、本当
なんかもうあの緑豊かな公園でなんか鳩がちょっと振り向いてくれたくらいで、うん、そうね、うん、人前に立つ練習にはならなかった人はいなかったっていう、まあ、そんなちょっと精神力が鍛えられない状態のまま本番に臨んだわけなんですけれども、うん、どうです、緊張しました？もちろんしますするよねしますよ ね緊張しましたね。緊張しました、うん、お水いっぱい飲んで飲んだし、いっぱいトイレ行きましたね。トイレもいっぱいいたしもうなんかもはや緊張なのか、なんか精神的なものから来ているのか、更年期症状なのかもなんかトイレが近いみたいな、ね、ただの生理現象なのかわかんないなんかもう本番が近くなって、なんかいろいろなんだろう、会話も質問してくれたりとかするんですけど、もうなんかもう気持ちがふわふわしちゃって、なんか全然違う回答を返してたりとか、噛み合わないっていうね、会話で噛み合わない、そう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 、ね、でも本番はさ、うん、私は楽しかった。いや楽しかったです。楽しかった、楽しかったね。なんかやっぱ人を前にしてすごい貴重ですよね、なんか、うん、貴重な経験、本当になんかそこの舞台に立たせてもらって、そこの前にはお客さんがいて、すごいよね。ねえ、温かくってもう嬉しかった。そうそうそう、なんかありがとうございますみたいな、温かくって、ね、そう、やっぱ反応がね、うん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 、返ってくると嬉しいですよね。嬉しいですよね。じゃあそしたら、うん、ぜひなんだろう、今後の抱負を語っていきましょう。面白くなりたい。面白くなりたい。はい。本当に面白くなりたいです。面白くなりたいね。でも面白くなるってなんかこうすごく大事だと思ってて、やっぱ更年期のことをねお伝えする活動をしているんですけれども、そこにユーモアってすごく大事だと思うんです。だって。まあ、健康のこととか更年期のことって大事なことじゃないですか、うん、大事なことだから直球で伝えたくなるんだけれども、うん、だけど直球で伝えてはそうだねってあの受け取ってもらえることと、だけど直球で伝えても、いや自分はやっぱり世代が違うし性別が違うし、なんなら症状がないから関係ないっていう風になってしまうこととか、うん、またね、なんかこうなかなか伝わらないっていうことがあるけど、だけどユーモアを交えると、うん、面白いと、うん、受け取ってもらえるんだよね。そうですよね。だから、うん、面白くなりたい。楽しくなりたい。ユーモア大事。ねえ、うん、ちょっとこれからも面白く伝えていけるように精進をしていく、どこを目指してるんだって感じです。何を目指してるんだなんですけれども、面白くね伝えていけるように精進をしていきたいと思いますので、ぜひなんか応援していただいたりとか、また話題にしていただけたら嬉しいですよね。チェブラってね名前を、あの更年期英語で言うとチェンジオブライフ、チェンジオブライフのチェブラって話題にしていただけたりとかすると、うん、嬉しいですね。嬉しいですよね。更年期がなんかもっとフラットに話題にできて、うん、前向きなものとして捉えられるようになっていけばすごくいいなっていうふうに、そうですね、思っています。うん、いいなんだろう、生きやすい世の中になるなっていうふうに思っています。うん、というので、はい、引き続き面白くなっていけるように努力をしていきましょう。面白くお伝えできるように頑張ろう。ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後に一言どうですか？はい、これからも楽しく面白くユーモアで伝えていきます。いきましょう。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。永田京子と田村佳代でした。バ